初登場はパワー型のラインドライブ、打点王で優勝に貢献。ステータスはほぼ変わらなかったが、4月に背中を痛めてしまった。怪我の影響でステータスが下がり、45試合の出場にとどまった。前年の影響でさらにステータスが下がった。今度はふくらはぎを痛めた。15試合の出場に終わり、悔しいというか悲しいとコメント。さらにステータスが下がったが、主に代打として活躍。特殊能力に超代打の神様、ホームラン5本でやや復調。 B ランクの登場、9月まで1軍出場はなかった。この年はファーストのレギュラー、137試合に出場、通算100ホームランを達成し、キャリアハイの26ホームラン。怪我をしない世界戦、見てみたかったですね。